三脚は持っていけそうじゃない。涼介、おはようございます。すごいチャラいな。びっくり。どうしたの？どうしたの？どうしたの？あとから芋になった。誰かと思ったんだけど。変わりすぎだろ。日々変化ですわ。ああ、毎日ストイックですね。やっぱり。うん、モテる男になるために頑張ってます。何飲んでんすか？これね。あられ君にお勧めしまった BCAA です。初めて飲みました。めちゃくちゃ久しぶりにエンタイム来たんだけど、なんかすごい確率でめちゃくちゃ久しぶりにエンタイム来たのに、なんか鍵トラブルで今アルソク待ちなんだね。だけど入れない、こういう感じなのよ。暇だね。暇。タバコやめたよ。すげえな。タバコやめたよ。筋肉への熱量がすごい。マジで。タバコはね、吸っちゃかんよ。意味ないだろ。何の意味もない。確かに。何にもない。害でしかない。害でしかない、タバコは。酒はまあわかるよ。タバコがかんわ。やっと来ましたね。やっと入れる。トレーニング歴が今1、2ヶ月程度じゃん。そうですね。だからその1、2ヶ月の間だいたいマシンで基本的な動作をやってもらったと思うから、うん、まあ、俺のおすすめ的には次のステップがこういうバーベルの動作、はい、うん、フリーウェイトっていうんだけど、うん、要は固定されてない、軌道が。ほうほうほう。固定されてないってことは動作がすごい難しくはなるんだけど、うん、一応ここの段階のステップは踏んどいた方がいい。ああ、なるほどね。俺のその順番的な話だと、はい、マシンを一通りやって、うん、次にバーベルの動作、うん、ベンチプレス今日はやるんだけど、ベンチプレスに限らずスクワットも、背中のトレーニングもだいたいバーベルを通った方がいい。はい。である程度筋肉に神経伝達できるようになったらダンベルに移行する、次は。ああ、なるほどね。で、その一通り終わって、うん、流れが終わって初めて自分に合ったトレーニング法を見つけていけばいい。ほう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 。とりあえず絶対ここは通った方がいい、やり方が。素人からしたら結構難しいからね、やっぱ。難しい、これは難しいんだけど、うん、逃げない方がいい。まあ、うん、まあ、今日はよろしくお願いします。ベンチの基本動作、うん、座るじゃん。座って寝っ転ぶ。そしたらさ、まあ、俺の場合はこの外側の線に小指を当てる、うん、で肩甲骨をこう寄せておく。ほう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 。寄せて足を決める。ほう。足の力のベクトルの向きはこっちに蹴る感じ。足も使うんだ。使う使う。全身運動だから。へえ。で、もう一回肩甲骨を決めるじゃん。はん。決めて初めてしっかり掴む。はいはいはい。で、上げる。上げる。で、ここでちょっと一息置いた方がいい。はい。で、もう一回自分のフォームが正しいかちょっとチェックして一瞬ね。うん。したらどうする？うん。それをやっぱり真上に上げるの。真上に。うん。正しく言うとちょっと上の方。ああ、顔方面。そう。頭の方面に。こっち向きにはやんない方がいい。ああ。どっちかというと斜め上なんだけど、大事なのはこのバーベルと肘の、わかる？この、うん、こっちから移して、うん、こっちから移して。こっち？この。バーベルの下に肘があるの分かる、うん、これがこうなっちゃったりこうなっちゃったりすると怪我になる、うんうんうん、純粋にバーベルの真下に重量を持っていきたいから肘はバーベルの真下。ああ、なんか直角。そう、うんうんうん、これを守らないと怪我しちゃう、もしくは力が純粋に伝わらないから。ああ。すごい細かい話するともう奥が深すぎて多分今日言うと混乱するから、まあ、大体こんな感じ。肘はバーベルの真下にあること、肩甲骨を寄せること、足は踏ん張ること。
はい、了解しました。はい、で、ダラーンするじゃん。ダラーンする。で、そのまままっすぐ腕を上げてきて。そうそうそう。まっすぐ腕を上げたら、で、拳1個分取ってもらって、1個分ぐらい、それで、だいたいこれぐらい、拳1個分外、肩幅よ、なので、まあ、小指、ここに俺と同じぐらいだ、だいたいで、肩甲骨を寄せる、寄せておく、寄ってる、寄ったら、足を決める、上に、ちょっと腰が浮いてもいいんで、さあしっかり持つ、しっかり持って、ラックアップで、ま、こっちこんぐらい下ろしてくる、あ、吸ってあげる、で、胸につくぐらいまでは下ろすよ、あと、こんぐらい、そう、はい、はい、離せる、はい、これはウォーミングアップだから、基本的にはウォーミングアップは、まあ、2、3セットぐらいはやった後にメインセットを3セットぐらい、さ、1セット何回？メインセットは10回ぐらい。大体ね。で、10回できるぐらいで持った方がいいですね、重さは。ただね、ここはちょっといろんな考えがあるんだけど、俺的には1セット目は12回ぐらいの方がいいと思う。なぜかというと2セット目下がるじゃん。3セット目も下がるじゃん。1セット目10回だと3セット目6回ぐらいになるじゃん。ちょっとフォーム崩れすぎるね、それだと。重すぎるから。あ、そうそうそう。もう一個大事なことあった。肩甲骨寄せろって誰に聞いても言うと思うんだけど、ただただ寄せるとさ、こうなるじゃん、こうなるとさ、さっきも凌介の動作見てて思ったんだけど、バーベルが 上すぎる、その胸につけないといけないのに胸の上ら鎖骨ら辺に落としちゃってる、そうすると胸ってよりか肩にいっちゃうの負担が。どういうことかっていうと、例えば肩甲骨をただ寄せるだけだとこうなる、こうなると肩のトレーニングになっちゃう、と危ない、で、正しくは肩甲骨を寄せて下に下げる、肩を落とす、肘は落としちゃダメで肩を落とす、そうすると自然とここにある。ああ、なるほどね。だいたい乳首か乳首下らへんぐらいに落とすんだけど、まあ、どういうことかっていうと、肩下げる、肩甲骨寄せるとこうなる、で、肩落とすとこうなるわけ、で、胸は張る、斜め上に、こういうと、これで動作をする。ああ、なるほどね。肩を、ほうほう、これじゃダメ、こう、ほう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 、ああ、分かった分かった。じゃあ今から凌介にマウンティングしていこうと思います。あんさ、慎太郎君はどんな感じだ？ベタね、その腰をか、何キロなんだろう、80、90、95、外でさ、胸やっちゃったからさ、そう、わあ、潰れるかもしれないから後ろにいて、で、2種目目はラットプルダウンを本当はやりたかったんだけど、ちょっとないから
まあ、懸垂かこれで迷ったんだけど、懸垂は多分初心者には きつすぎるから、多分できても 1,2 レップだから、まあ今日はこれで代用してやるんだけど、だいたいここの筋肉と背中の筋肉ってケツまでついてる実は。主役の登場ですよ。こんにちは。エインタイムのドン。これ働いてるんだよね。働いてます。そう、審査会でね、働いてる。遊びに来てください。大丈夫。審査会。結構僕ちょくちょく最近の動画映ってるから、語る系も。あ、嬉しいですよね。嬉しい。全然。昨日肩やったから結構パンしますね。いいね。いいじゃん。でも多分あられさんと会ってからちょっとはでかくなってますよね。あ、なってるなってる。増量が来た。ちょっとヒサロ行ったんですよ。フロントポーズやってる。フロントポーズですか。あ、いい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 。ポージングセミナー行ってますかね。おお、ガチだね。ガチだ、ね。ガチだ、ね。やっていきます。この、アイアンホール。俺だけでかく見えるね。やっぱ入れるようになってくるんでトレーニングして。スーパーまあ人回り。大きなんで、そうですね。この人凌介遅いね。遅いでしょ。だってね、気持ち悪いだろ。気持ち悪い。やばいからな、本当にめっちゃ乗っちゃったし、もう脱いだりしたりしたり。走ってますよね、あれ。あの筋繊維が。ああ、走ってるよ。ここら辺。高井くん筋肉自慢で。マジもガリガリなんで。始まりました。45キロしかないんで頑張って食べます。もし痩せたいそうです。75キロですね。75がある。今75あるの？今75です。ああ。こう見えて。なるほど。ここに集約されて、ここに3キロぐらいついてるんで。ああ。ごめんなさい、ちょっと炎上しそう。いや大丈夫大丈夫。そんなこと炎上するのは俺のチャンネル大変なことになってる。やりましょう。いやでも友達とやるから面白いよね。そうだね、なんかずっと一人でやっとる、ね、そう、この一人ずっとやってるからね。さすがはっってだけど、まあ、次はバージョンアップしてまともに強取りしようよ。あ、そうだね、マジな強取りしようよ。というわけで最後までやってくれてありがとうございます。ベカシガーさん、席をお待ちください。